中国銀行業フォーラムが北京で行われ銀行改革問題について話し合われました銀行業界の重鎮らからは現在、銀行はさまざまな問題に直面しており四面楚歌の状態にあるとの声が相次ぎ中国銀行業監督管理委員会も銀行が大きな困難に直面していることを認めました2016 中国銀行業発展フォーラムが7月7日、北京で開催されました。今回のテーマは、これからの銀行の道、転換と突破でした。フォーラムに出席した中国銀館会国有重点金融機構幹事会の楊岳君主席は、銀行の不良貸付が大量に発生しているため、不良再現額と不良再建比率も上昇しており、短期間で形勢を好転させることは難しいと指摘しています。 要主席は銀行の大量の不良貸付発生を招いた原因として不景気が続いていることのほか幾度にもわたる利率の下方修正によって金利による経営環境が圧迫されたこと早すぎる貨幣増刷によって銀行業の貸借対照表の膨張も早まってしまったことそして急速に発展するインターネットの金融機関が従来の銀行業に打撃を与えていることの3つの要因を挙げました。 また、中国の金融アナリスト・任中中氏は、中国の銀行と外外国国ののの銀銀行行違いいを指摘しています。外国の銀行は長期にわたり利率0%でも経営が良好である上、何か問題が発生してもその影響は資産家の間だけにとどまりますが中国では国有銀行であるためひとたび問題が生じると中国経済全体に影響を及ぼすと指摘しています。 中国的金融系统一旦风险爆发呢，它是连带性的，因为中共呢，他把银行啊、证券、啊、保险啊、基金、信托等各方面混在了一起，风险爆发，危机就会蔓延到整个中国经济各个领域。楊主席は今年5月末までの中国銀行業の不良貸付残高はすでに2万億人民元を超過しており。 不良債権比率は2.15%に達していると言います。しかし、ヨーロッパの投資銀行 CLSA が5月に発表したレポートによると、中国銀行業の実際の不良債権比率は、公式発表の少なくとも9倍以上の数字であり、おそらく15%から19%であろうと指摘しています。中国農業銀行常識経済学者、孝昌祖氏は、 5月に行われた2016年都市支店フォーラム北京で、今年の第1期末の銀行業不良貸付と要注意貸付が合わせて7万億人民元に上っていること、86社の鉄鋼業者の負債総額3.3万億人民元のうちのほとんどが銀行から借り入れたものであると述べています。中共の数据信的人ない不良 中共呢，他是通过一些方法不让它体现出来，比如说，他把一些坏账呢打包处理给一些资产管理公司，用这种方法呢，使他的账面不体现出不良率来。行平安銀行の平総裁が近年銀行の利益伸び率2 0 1 1年 36.34%，2015 年には にままでで落ち込んいいると言います。小総裁はもともと危険が少なかった国営企業の債務や地方政府が担保する債務も爆発する懸念があり新しく増えた資産への安全地帯がないため銀行は紙面の状態だと指摘しています。過去10年間は高度経済成長期において権利を独占し利率をコントロールすることにより銀行は儲けることができましたが